モスティン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。庶民院議員にエドワード・ロイドが1831年に、ジョイされたことに始まり、以降は、ロイド・モスケがその爵位を保持する。本校ではその前身となったロイド淳男爵に、関しても触れる。初代男爵を描いた、肖像画男爵家の所有するモスティンホールとその庭、 エドワード・プライス・ロイドは、ロイド家出身者のうち最初に称号を得た人物で、彼は1778年に、グレートブリテン殉談社くらいの、殉談社を授けられた。この殉談社位には、残余権が付与されており、エドワードの弟とその男子にも相続を認めていた。故に、彼の後は存命のいいエドワードが殉談社位を、継承した。 その二代純断尺エドワードが弾尺家の祖となった人物であり、フリント・バラズ選挙区及びボーマリス選挙区選出の庶民委員議員を務めた政治家である。彼は1795年にギフス・ー・ロジャー・モスティンからウェールズの辞書を相続したほか、1831年9月10日には連合王国貴族としてフリント州モスティンのモスティン弾尺に助せられた。 その息子の二代男爵エドワードもフリントシャー選挙区及びリッチフィールド選挙区選出の庶民院議員を務めた。他メリオネスシャー党官も務めた。彼は父が助爵された1831年に直居を得て母方の名家モスティンの名をそのせいに加えた。エドワードのコトマスは父の後を継いでフリントシャー選出の庶民院議員を務めたが、 爵位を継ぐ前に31歳で急成した。そのため、爵位はエドワードの孫、ルワレンが継承した。以降も直系男子による継承が続いており、ルワレンの矢者子である7代男爵グレゴリーが男爵家、元当主である。7代男爵グレゴリーは、2011年3月22日に、父の死去に伴って、爵位を継承した。モスティン男爵家は、 自ら開発したウェールズ北部のリゾート地スランディドゥノをはじめモスティンエステーツとして多くの辞書を抱えており、現当主は若手、イギリス人の長者番付にたびたび名前が挙がっている。ハリー杉山は現当主のかつての同級生である。モスティン男爵家の邸宅はフリントシャー・モスティンのモスティンホール。モスティンホールにはリチャード3世に追われていたヘンリー7世が逃げ込み、 先祖がかくまったとの伝承がある。釈囲の推定相続人は、7代男爵のみいとこの、孫であるロジャー・ヒュー・ロイド・モスティンで、2代男爵から数えて7代目にあたる。その時代は、長男・クリストファー・エドワード・ロイド・モスティン。さらに時代は、アレクサンダー・ジェームズ・ロイド・モスティン。ありがとうございます。